ホーミーキッチンっていうものかな。よし、うまそうなメニューがいっぱいあります。何食おうかな。はい、というわけで台湾台北ラスト飯、空港のチェックインしてその後の、フードコートですね。ルーローファンと、ルーベイだね。表記の上では、豚肉そぼろとパイコー定食。これパイコーか。まあいただいてみましょう。じゃあまずはルーローファン。まあまあうまいよね。豚肉のそぼろをかけた飯、まあ、ルーローフは台湾の名物だと思って。うまいですね。頑張っていただきます。パイコーもうまいね。ただまあおねぎがガッツリガッツリ出てるのと、味付けに少々の八角を感じるかな。そんなにきつく八角感じるほどじゃないんだけどね。さてこれが何だろうか。さつま揚げ的に見えるけど、なんだろう、ガンモドキみたいな感じだな。うまいね。タケノコかな。タケノコ、普通にうまいです。这样来猜一下有没有找到什么米，好吗？他们是你朋友，就赶紧喝。带点香草啊。卤肉饭普通にすっげえうまい。ご飯の炊き方っていうのかな、米の炊き方がね、ちょっと固めに炊いてある感じなんだけど、俺好みですごいうまいです。卵。全体的に今食べた感じだと非常にね、日本人の口に合う味だと思います。このなんかスープも、うまいうまい。これはもうオクラかな。オクラがなんか味噌あんみたいなのがかかってる感じだけど、どんな味がするのか。オクラはオクラの味だろうけど、この上にかかってる謎のソースだよね。これが何味かちょっとチェックします。甘じょっぱい醤油仕立ての肉あん、こんな感じだね。うまいうまい。でもこれは普通に食える。超うまい超うまい。これだけ超うまいやつでこのセットで918円でした。18円、日本円ね。台湾ドルで240ドルのセットです。街中ほどリーズナブルではないけど、でも空港で出発直前に、最後の台湾飯食いたいってなったら、ここは非常におすすめだと思いますよ。じゃあ、あとはゆっくり撮らせていただきます。収録はここまでです。以上、ジェスターさんでした。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。